ハール・イチ・ボル・イーニ戦争、ハール・イチ・ボル・イーニ継承戦争、ウクライナ語、ゼー、ポーランド語、ボイナ王、クシエス・ハリコ・ワラザミンスキーは、1340年から1392年にかけて、ハール・イチ・ボル・イーニ王国、現在のウクライナの領土継承をめぐって何度か、争われた戦争である。1322年頃にとの国王兄弟が死ぬと、ハール・イチ・ボル・イーニ王国には、 男子相続者がいなくなった。リトアニア大公ゲディミナスは、自分の息子でアンドリーイの婿だったリバルタスを、後継者に蹴ようとしたが、ポーランド王ブワディスワフ一世との戦争を引き起こす、ことが予想されたためだ今日、両者は、アンドリーイと、デーブ二世の老いにあたる14歳のボレスワフユーリー二世を、押した。ボレスワフユーリ二世は、ブワディスワフ一世の、上位にあたるマゾフシェ公の息子で、 ゲディミナスの婿のプーツクコーバツワフの意だった。この妥協関係をさらに友好的にするため、ゲディミナスは娘のエウフェミアをボレスワフユーリー2世への言い名付けとした。しかし1340年の春、ボレスワフユーリー2世は宮廷にポーランドとボヘミア王国の影響が強まってきたことを憤き通る国内貴族によって独殺された。ボレスワフユーリー2世は 後継者を残さなかったため、かろうじて保たれていた、同地域の勢力均衡は崩壊した。リトアニア大公国と、ポーランド王国の2国が、王国の相続権を主張した。ボレスワフ・ユーリー2世の死から間もなく、ポーランドをカジミエシュ三世、ブワディスワフ一世の息子は、リビウで迫害を受けていたポーランド商人と、カトリック教徒住民の保護を口実とて、 王国領内に侵入した。1340年6月、カジミエシュ三世は、さらに大規模な軍隊を率いて、再び侵入を始めた。4週間後、カジミエシュ三世は、国内貴族と、その指導者であった、と協定を結び、国内貴族は、ポーランド王に仕える代わりに、ポーランド王の保護を受けることになった。ところが、この協定は長く持たなかった。 資料や記録は少ないが、その直後に、ハールイチ・ボルイーニは、リトアニア人と国内貴族との間で分割され、デュバルタスが、ボルイーニとその首都ボロディームイルイコールボルイーニキーを支配し、デトコがハールイチを支配するようになったと考えられる。1340年の冬から1341年にかけて、ジョチウルスは、おそらくリトアニアの支援を受けて、ポーランドを攻撃して、 ルブリンに至り、このことは結果として、ハール・イチ・ボルイーニのモンゴル人への効能額を減らすことになった。そして、モンゴルの信仰は、ポーランド人のハール・イチ・ボルイーニへの影響力を衰えさせた。ボレスワフ・ユーリー2世の未亡人、エウフェミアは、ビスワ川に沈められ、王国の継承問題に口出ししないように殺された。ポーランド人、リトアニア人、 モンゴル人を操って、互いに争わせていたデトコは、1344年、以後は資料に登場していない。同年、ポーランドとリトアニアは直接衝突に至ったが、間もなく和平が結ばれ、ボルイーニは、ルバルタスに、ハールイチは、カジミエシュ三世にそれぞれ割り当てられた。1348年にで、リトアニア人が、ドイツ騎士団に敗れた後、ルバルタスは、 ボルイーニ東部とルーチク以外のすべての領土をカジミエシュ三世とその同盟者であるハンガリーオーラヨシュ一世に奪われたカジミエシュ三世が男子を残さない場合はこの地域は多いであるラヨシュ一世が相続することも取り決められたルバルタスの二人の兄アルギルダスとケーストゥティスはポーランドとアカルテニアハール一東部への遠征軍を何度か組織したこの時期リットアニアは ロシアとの同盟関係を築いていた。デュバルタスは、モスクワの支配者セミオンの親族である、ロストフコー・コンスタンティンの娘と再婚し、兄のアルギルダスもセミオンの妻の妹であるトベリの、公女を二番目の妻に迎えた。1351年の春、デュバルタスは、ラヨシュ一世に捕らえられたが、ケーストゥティスが、ラヨシュ一世と休戦協定を結ぶおかげで夏には、解放された。ところが、 情勢は悪化し、翌1352年には、再度の軍事的衝突が始まった。この時の急戦協定は、同年の秋に結ばれたが、リトアニア人に有利なものとなった。デュバルタスは、ボルイーニと、ポジーリャ、ポドレだけでなく、ベルズとヘイムーも獲得したのである。それでも満足しないデュバルタスは、翌1353年に、再び攻撃を仕掛けた。 これに対する報復として、カジミエシュ三世は、教皇院のティウス六世の特別の許可を得て、リトアニアの異教徒討伐の名目で大規模な遠征軍を組織した。しかし、カジミエシュ三世は、この遠征でも期待した成果を上げられず、リトアニア人との同盟を考えるようになった。1366年、カジミエシュ三世は、マゾフシェ公、ボレスワフユーリー世の弟や、 リバルタスの追い立ちなどの同盟者を得て戦争を再開した。この時、アルギルダスは東部での紛争に巻き込まれ、ケイストゥティスはドイツ騎士団との戦いに暴殺されていたため、孤立無援のリバルタスは敗北した。1366年の秋に和平条約が結ばれ、リバルタスは以前のボルイーニ東部とルーツィクのみの領有を認められ、ポーランドへの一定度の従属を余儀なくされた。 また、ポーランドとリトアニアの問題に関しては中立を維持することも約束させられた。カジミエシュ三世は同盟者であるリバルタスの追い立ちに交渉を出した。カリオタスの息子ユーリーはヘウムを与えられ、もう一人の息子アレクサンドルはボロディームイルイコールボルイン式を入手した。ナリマンタスの息子ユーリーはベルズの支配権を安堵された。 1370年、カジミエシュ三世の死を機会に、ルバルタスは、ボロディームイルイコールボルイーンシキーを含むボルイーニの全地域を占領した。さらに1370年から1387年まで、ハール1は、ポーランド王位を継承した、ラヨシュ一世によって、ハンガリー王冠の俗領に組み入れられた。ラヨシュ一世は、ハール1の統治を、オポーレ皇、ブワディスワフに任せた。 1376年には、ポーランドとリトアニアの戦争が再発した。デュバルタス、ケーストゥティス、ベルズのユーリーはトタルヌフを攻撃し、クラックフまで進軍して、多くの捕虜を連行した。しかし、ラヨシュ一世による、報復の後に、デュバルタスは、ハンガリー王に誠を誓い、息子を人質に差し出した。アルギルダスが1377年に死んだことで、 ルバルタスはリトアニアからの支援を受ける望みをほぼ断たれた。1378年、ラヨシュ一世はハール一をハンガリー王国領に直接に組み込んだ。1382年にラヨシュ一世が死ぬと、ルバルタスはハンガリー人が駐屯していたヤプシェムイシルの城を占拠したが、全面戦争を再開することはなかった。当時、ハールイチボルイーニをめぐって競い合っていた。 リトアニア、ポーランド、ハンガリーには、三国家を巻き込んだ多い継承問題が浮上していた。ポーランドの貴族たちは、ポーランド王に、ハンガリー王女ヤドビガをつけ、リトアニア大公ヨガイラ、アルギルダスの息子を彼女の夫に迎えようと考えた。ヤドビガとヨガイラは、クレボ条約に調印し、ポーランドとリトアニアの同訓連合が成立した。年、ヤドビガは、 ハール一をポーランド領に回復させた。ルバルタスは1384年頃に死去し、ボルイーニ公国の君主の座は、息子のヒョードルに受け継がれた。しかしヨガイラは、重帝、ヒョードルの主権を制限し始めた。1381年から1384年まで、続いたリトアニア内戦の後、ヨガイラは、重帝ビータウタス、ケイストゥティスの息子と和解を望み、 ルーチックと、ボロディームイルイコールボルインシキーをビータタスに与えることを約束した。しかしビータウタスは、この保証に満足せず、トラカイの世襲領地の回復と、リトアニア大公国の支配権獲得を狙って、1389年に、リトアニア内戦を再開させた。この内戦は1392年にの締結で終わり、ハール1ボルイーに問題も解決した。 ポーランドがハールイチを、リトアニアがボルイーニを獲得することが最終的に確定したのである。長期にわたる戦争の後、ハールイチボルイーニ王国は、ポーランド領、ハールイチ公国、ガリツヤとリトアニア領、ボルイーニ公国、ボルヒニアとに分割され、独立国家としての地位を失った。ポーランドはガリツヤの獲得によって20万人もの住民が住む。 およそ5万2 0 0 0トルの領土を獲得した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。